明治安田ゴルフチューブ。明治安田生命所属の女子プロゴルファー3人が健康診断を受けてみた。鶴岡カレン選手、まずは問診票に記入。検診前の待ち時間、鶴岡選手ちょっと緊張しています？レントゲン検査、自分のレントゲンを見るのってちょっとワクワクしますよね。血圧検査、緊張で血圧上がってないですかね？受ける前はすごい怖いイメージというか、すごい恐怖心あったんですけど、意外と受けてみたら安心して受けることができました。小倉沙絵選手、地元の和歌山で健康診断。血液検査、小倉選手痛くなかったですか？胃カメラ検査、楽しそうに検診受けてますね。普段は食事や睡眠に気を使っています。スポーツ選手として健康管理には日頃気をつけてはいるのですが、女性としてあまり意識はしたことないです。最後は勝美奈美選手。おでこつけて始めます。プロゴルファーにとって目は命ですよね。バリウム検査、勝選手なんだか楽しそう。結構時間がかかるイメージだったんですけど、すごいスムーズに進んでいってくれていたので、受けやすいなと思いました。健康診断をして自分と向き合うことができ、改めて健康の重要性を確認できました。これからは定期的に健康診断を受けて健康管理をしっかりしていきたいと思います。自分の体のことを知るのってすごい大事だなっていうふうに思ったので、年に1回は必ず受けたいと思いました。定期的な健康診断を受けて健康な毎日を過ごしましょう。明治安田生命は皆様の健康づくりを応援しています。明治安田生命。